ロイヤルウィングは2017年現在神奈川県横浜港の大桟橋を拠点として営業しているエンターテインメントレストラン船の船名。旧船名は紅丸。元は関西汽船の阪神、別府航路を代表するクルーズ客船であった。本校では紅丸時代についても合わせて記述する。また株式会社ロイヤルウングは 神奈川県横浜市中区に本社を置き、動線を運行する企業である。戦後復興と高度経済成長の流れを受け、阪神、別府航路の乗客数が年々増える中で、関西汽船は、小型軽量で大馬力な下級機付きディーゼル機関の発達を契機に1956年より、新造船計画に着手し1958年に建造計画を発表を。 従来の千トン級客船、明けぼの丸、赤根丸の3倍となる3000総トン級の船体に豪華設備と速度向上を図ったものとした。従来の阪神、別府航路は17時間の所要時間で瀬戸内海を夜間航行する形だったが、本船では瀬戸内海の観光価値を考えた当備を楽しみながら、日暮れに別府に到着できるダイヤを見込んだ。 公開速力は、国鉄の急行列車、高地方と、ほぼ対抗可能な14時間20分の所要時間で、運行可能な18ノット以上、船体は、別府港の施設に対応した、水泉間長80メートル、全町86.7メートル以下が求められた。10億円の建造費は、荒金刑事別府市長が中心となり日本、開発銀行などに要望書を提出し、 兵庫県や神戸市も陳情に加わり、国際的な観光船という点も強調され、財政融資が与えられた。新三菱重工業神戸造船所にて1959年7月に浸水、1960年竣工、1912年に就航したドイツ製の初代、レナイマ丸。 さらに1928年就航の二代目、紅丸の名を受け継ぐ命名となった。紅丸の名称に逆らって、イメージカラーは、ライトグリーンで、船体株とファンネルは同色に塗装されていた。1960年3月に、大阪港神戸港松山港別府港を結ぶ、阪神、別府港路の昼便に就航し、9月には、同系船、紫丸も就航し、 観光便は1日1往復体制となった。本線の就航した1960年の阪神、別府航路の乗客数は、前年から30万人増の約132万5000人を記録した。後に両線として1963年に、スミレ丸、琥珀丸、1968年には、アイボリ丸、コバルト丸が就航し3000トン急客船は、 最大で6席体制を誇った。この時期、レナイマ丸太5席が就航していた阪神、別府航路は、阪神と九州を結ぶ観光路線として、多くの新婚旅行客を別府温泉などへと運んだ。メインは二人部屋の一等客室であり、客船としては小型ではあるものの豪華で、瞬足を誇る優秀なクルーズ客船であった。 1961年には当時実験途上であった増波抵抗の低減を図るとされるバルバスバウの控えめなプロトタイプが装備され紫丸との並走実験も行いバルバスバウの商業船舶における効果を実証した大阪港別府港の公開時間は急行列車にも引けを取らないおおむね14時間余りであった船内施設は映画上映や ダンスパーティーに使用可能な大娯楽室、最上甲板に瀬戸内海の風景を楽しめる展望室、冷暖房の完備、一等室に絨毯時期廊下といった豪華志向のものとなっており、瀬戸内海の女王と呼ばれた。1960年5月、当時の日本で高い人気があった島津隆子と島津久永夫妻が新婚旅行で利用し、その様子が、 大々的に報じられた。1964年6月には、河野一郎建設大臣と瀬戸内沿岸の知事、市長らによる瀬戸内総合開発懇談会が、戦場で開催されている。しかし、長距離フェリーが増加したことに加え、1975年3月の山陽新幹線の岡山駅博多駅間の開業により、阪神、 ベップ航路の利用客は1979年にはピーク時の半分程度となり、紅丸、紫丸の乗船率も25%前後に下落した。また1975年12月の時刻変更で、両線の運航時間が景色を楽しめない夜行便に変更されたことも人気の下落要因として挙げられた。こうした情勢を受けて1980年に、 阪神別府航路はフェリー化されることとなり、7000トン級のカーフェリー、フェリーに志し決まる、フェリー小金丸に航路を譲り退役。同航路は産業的輸送路線の色彩を強めた。それらの航続船は搭載されるトラックのドライバー用船室の他に当客室なども重視される設計となり、阪神別府航路の格式は変化を余儀なくされた。 暮れない丸は、阪神、別府航路からの退役後は1981年まで予備船として用いられ、その後佐世保重工業に売却される。しばらく敬船された後、1988年、末広グループ総帥の吉本秀夫が率いる日本、C ラインによって、レストランシップに改装され、1989年より、横浜港王三橋を母港として、 レストラン船営業を開始。1994年からは、太平洋、フェリー参加の、横浜米クルーズが運行し、2000年12月には、吉本工業が元船を買収し参加の新会社、ロイヤルウィングに営業を、上都、2006年にはモックが、子会社化し、2008年5月からは、サンリオの子会社となり、今なお現役を続けている。 2019年には、建造から60年を迎え、現役で稼働する日本の客船としては、最古で、長い就航期間は、世界的にも希少と報じられている。主に日本の工芸美術を取り入れた装飾とした。食事をする場合は、食事代が別途必要である。食事をしない場合は、三デッキの利用となる。バイキングを中心に、インサ等が用意されている。 中国反転協会より最高料理人の認定を受けた、祖高品氏が総料理長を務める。基本的に、毎日、ランチクルーズ、ティークルーズ、ディナークルーズがある。また、結婚式などの各種化しきりプランも用意されている。紅丸は、瀬戸内海の女王とも呼ばれる日本を代表する内向、クルーズ客船であったことから、交通博物館の船の歴史コーナーに2代目。 紅丸とともに長らく模型が展示されていた。関東地区で運行されているクルーズ客船の中では船体が大きいことと古い時代の姿を残している船として多くのテレビや映画での撮影に用いられている。また、ガレージキットメーカーのフォーサイトからキットが発売されたことがある。2001年にはテレビドラマ近代一少年の事件簿で外観及び船内での 撮影で使用された。ありがとうございます。